FM Naha. Your radio station. 皆さんこんにちは。フレンズリング2ナビゲーターのアキラです。この番組は沖縄、東京、福岡を結ぶ三次元ラジオです。毎週変わるトークテーマ、毎週変わるパーソナリティ、癖の強いメンバーを中心にお送りする三次元情報バラエティ番組です。今日は東京からお送りしておりまして、沖縄行ったり、福岡行ったり、東京行ったり、ね、いろいろ私は回ってるんですけども、最近ですね、成田空港という東京の空港に、TOTO さんが出している最新式のトイレがあるってことで、ちょっと訪れてみたんですね。で、女性の方は非常にわからないと思うんです。男性で立って用を足すんですけども、最新式のトイレは、なんと、その便器に的があるんです。それも LED で、ピコーンって光るんですよ。そこにね、男性の方をね、突撃するわけですよ。ぜひちょっと気になる方は、ちょっと女性の方は申し訳ないんですけど、男性の方は、成田空港のトイレ、訪れてみてはいかがでしょうか。フレンズリング2、スタートです。Friends Ring. みなさんこんにちは。フレンズリング2パーソナリティの青森豊です。アシスタントの菊美です。海老原くるみです。本日は東京東中野プラチナムガレージからお送りしています。はい。今日はポリーナさんが別のお仕事ということで、はい、今回は、はい。残念ながらお休みということで、はい、我々3人でお送りします、はい、そして前回ね我々がやった時に引き続きギャラリーさん今日もいらっしゃっております、はい、ところで、はい、どうですか最近。最近エピソードいいですか。あ、はいはい、あるんですね、はい、どうぞどうぞ私はですね実は事務の仕事もしてるんですけど、はい、隣にフランス人の男性が座っているんですね。フランス人、はい、で彼は社内のデザインを担当しているんですけど、なんか今作っているデザインに筆で書いた日本語を入れたいとね思ったらしく、突然隣の私に筆で文字書くの得意って聞いてきたんですよ、はい、でパッとですね彼の方を見たら、なんとすでにペン筆ペンをですねキャップを外した状態で持ってるじゃないですか聞かなくても、ね、書かせる気満々じゃないか、うん、でなんで筆ペン持ってんのって思ったわけなんですけれども、ね、はい、ペンを握らされパソコンと書類が載っている会社のデスクでなんとお習字しましたお習字ですか。そう、小学校の時にですね習ってはいたんですけど、まさかね10年ぶりに会社で筆で文字を書くとは、うん、ね、まあ人生いつどこで何が役に立つのか分かりませんね。そうですね、人生無駄な時間は何もないということを実感した今日この頃です。なるほど。うまく書けたんですか。なんかですね、うん、グッドって言って勝手になんかパソコンに取り込まれてなんか 見せられましたあ、まあ、いろんなことがありますわな本当に、ね、そうですね。さあチーム青森が今回お送りするのは暗読マニアックパーティーということです。今回のカテゴライズはアニメ制作会社どこの会社かなということでお送りします。はい、はい、番組をお聞きの皆様のメッセージお待ちしています。アクセスラインです。ファックスの方は 098-860-0262、メールは fr2@star-flash.sakura.ne.jp。 皆様からのメッセージお待ちしています。それではフレンズリング2スタートです。フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。フレンズリング、スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891
スターフラッシュことのはまで。Friends Ring。東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、青森豊と菊見と海老原くるみがお送りしています。はい、はい、アニトクマニアックパーティー。さあね、チーム青森アニメーション作品と特撮作品について中でも昭和の作品に絞って話をしようというコーナーですね。はい、はいで、まあ、前回からテーマを決めてというかカテゴライズしてなるべく多くの作品を取り上げていこうということになってるんですが、はい、今回のカテゴライズはアニメ制作会社です。その会社名はタツノコプロダクションです。タツノコプロダクション、はい、もう老舗ですよね。はい、タツノコプロダクションは主に3つのジャンルの作品を得意としています。おお、3つ、はい、まず1つはガッチャマン、それからキャシャン、はい、これら SF ハードアクションですね。はいはい、で2つ目がハクション大魔王とかタイムボカンとか、まあ、そういうギャグアニメ、はい、そしてもう一つはミナシゴハッチ、それからケロッコデメタというメルヘン路線ですね。ミナシゴハッチ好きでしたね私。で、まあ、その3つにプラスしてアリューとして SF アクションとギャグを巧みにバランスよく合わせ持った作品も多く作られています。へー、はい、それら多くの作品の中から今日はどれをメインで取り上げようかなってちょっと迷いまくったんですけど、はい、2つ候補があったんですけど、はい、そのうちの1つにしました。お、はい、前回は2作品、ね、やったんですけど、今回セリアルと中身がなくなるので1つに絞りました。はい、それは昭和62年放送赤い講談ジリオンです。ジリオン、はいはい、途中から赤い講談ジリオン激闘編というタイトルに変わりました。はい、ゲーム会社のセガゲームス、はい、まあ、当時はセガエンタープライズという社名だったんですけども、はい、ここが販売していた光線銃のおもちゃ、はい、この反則番組ですね。うん、違反の方じゃないですよね。違います売る方ですね。はい、はい、売りを流す、はい、促す、はい、という風です。はいはい、この反則番組ですが、おもちゃの CM と侮る流れ、非常に高い人気を獲得しました。アニメ雑誌でね、あのグランプリ企画とか今でもやってんのかな、まあ、当時やってたんですけど、はい、上位に食い込むほど人気ありました。すごいですね。もういろんな部門でキャラクターとかね。で、ちなみにスタッフにはマルア・レイというペンネームで、あの攻殻機動隊や機動警察パトレイバーの押井守さんがスタッフとして名を連ねています。スタッフで、はい、へでは劇中のナレーションから作品のストーリーを拾ってみましょう。はい、西暦2387年謎の異星人ノーザ星人の侵略の脅威にさらされていた惑星マリス。マリス政府はこの危機に際し特殊戦闘チームホワイトナッツを編成。コードネーム JJ、チャンプ、アップの3人の若者は神秘の銃ジリオンを手に戦う。銃、そんな物語ですね。で、まあ主人公 JJ っていうキャラクターなんですけど、はい、彼が、まあ、戦闘中に行方不明になったりとかですね、はい、あと敵ノーザー星人という宇宙人なんですけども、はい、彼らが、種族の寿命が迫っているというところで、はい、まあ、最終回クライマックスに向けて総攻撃を開始するとか、あと主人公側のメンバー JJ とかチャンプとかアップとかいるんですが、はい、その彼らの近しい先輩とか友人とか、うん、そういう人たちが結構命を落としてしまうというね、あらら、非常にハードな世界であるんですが、その一方でギャグがすごい。へえ、本当に。でそのギャグの作風が暴走してですね、ギャグだらけのドラマ CD とかキャセットドラマとか面白そういろいろ発売されました。へえ、ちょっと、ね、映像に比べるとやっぱり、ね、音声っていうのはちょっと入手しにくいんですけど。そうなんですか。でもぜひ聞いてほしいです。聞いてみたいですね。めちゃくちゃ笑います。たい、例えば敵にアップルっていうキャラクターが捕まるわけですよ、はい、でどこに行ったかわからない、どこに連れ去られたかわからない、よし任せろってチャンプで言う
チャンプっていうキャラクターが雑誌をめくって占いのとこ見て南西の方角に素敵な人の出会いが待っていますって書いてあってよしここだ間違いないって言って実際本当にいるんだよ、なんじゃそりゃって話なんですけど面白いですね、まあ、そういうギャグがいっぱい散りばめていた、そんな CD でした。で、まあ、音の方だけでなくもちろんね映像総集編ビデオは出ましたし、あとミュージックビデオも出ました、はい、ボーカルですよ、ボーカル、音楽じゃなくて、であとスピンオフの OVA、はい、バーニングナイト歌姫や曲という感じ4文字でバーニングナイトって読むんですが、はい、これも発売されたと、はい、まあ、そういうことで非常にヒットした作品と言っていいと思います、はい、でね、はい、そのストーリーもいいんですけど、はい、やっぱりホワイトナッツのメメ JJ チャンプアップル、それからロボットのオパ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 、はい、で敵 JJ の宿命JJ は敵じゃないよ、はい、JJ の宿命のライバル、はい、敵のリックスっていうキャラクターが出てくるんですけど、はい、まあ非常にキャラクターが全部立っています。で声優もすごいんですよ、で声優主人公、はい、まず JJ、 これ関俊彦さん、はい、関さん、これ関さんの、はい、出世作で代表作ですね、はい、でもう JJ 今でも関さんのキャラの中で人気が高いキャラクターです。ーでチャンプが井上和彦さん、はい、和彦さんはもうね当時でも十分ベテランだったんで、はい、ギャグもシレスもできるということで非常に聞いてて心地いいです、はい、そしてアップルは水谷優子さん、はい、水谷さんはこのアップルと少し前に放送されていたマシンロボクロノスの大逆襲というレイナというキャラクターがいたんですが、はい、このアニメでトップ声優アイドルになったという感じがしますが、はい、残念ながら3年前にお亡くなりになってしまいました、うん、そうですね、ちょっと寂しいですね。で最後に OVA の方にもちょっと少し触れておきましょうか、はい、バーニングナイト、これノーサ星人という敵の宇宙人がアドミス一家という地球人のマフィアになって登場します。でリックスはアップルの昔の恋人でアドミス一家の用心棒、用心棒となっていたりとですね、はいろいろとテレビシリーズの設定をうまくアレンジしています。これはいい良作です。お面白い。でこの OVA ももちろんですねテレビシリーズも非常に面白い作品ですので、はい、ぜひ見てください。であと歌も本当いいんです。オープニングも挿入歌もイメージソングもエンディングも本当にいい曲たくさんあるんで、はい、ここも重要なチェックポイントです、はいはい、歌いいよジリオン。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。テレビシリーズに準レギュラーとして2人組のパトロール兵が登場していたんですけども、その片方の男がギターの弾き語りをするんですね、はい、でそのキャラクターがバーニングナイト大上の方にも出ています。でこれ声を担当したのが西村智弘さんなんですけど、はい、西村智弘さんは声優でもあるんですがシンガーソングライターでもあるんですね。おあの NG5 知ってますか皆さん NG5、 うん、あの知らない人はちゃんと調べてください。今の声優ブームの礎になった人たちです、はい、礎じゃないな、ちょっと言い方悪いな、山寺浩一さんもあの5人組のおかげとか言ってます。でそのパトロール兵がバーニングナイトの中で歌っていたこの曲へ聴いていただきたいと思います。すっごくいい歌です。赤い講談ジリオンバーニングナイト挿入歌、西村智弘さんでフリーディア。優しすぎたような思い出だけが今もこの胸を切なくさせるよ。熱い口づけと重ねた腕のぬくもりが心そっとすり抜けた。フィリア、もしもあの頃に戻れるなら、いつまでも。フィリア、もっときつくお前抱きしめたままで、時を止めていたい。
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の町で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。フレンズリング。東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、青森豊と菊見と海老原くるみがお送りしています。はい、ではアニトクマニアックパーティー後半戦です。はい、ね、はい、ではタツノコアニメ大百科と題しまして他のタツノコプロ作品を紹介していきましょう。はい、順不同でいきます。まずは科学忍者隊ガッチャマン。タツノコプロを代表する作品、2年間のロングラン放映の後、昭和50年代中盤のリバイバルブームの最中に劇場版ガッチャマン2、ガッチャマンファイターと続編が作られ、さらにその後も OVA 実写版など様々な形でリメイクされています。主題歌も有名ですよね。なお、ガッチャマンとは科学忍者隊のリーダー大鷲の剣の称号であり、科学忍者隊の5人のメンバーを指しているのではありません。またコンドルの条約の佐々木勲さんはこの作品がきっかけでアニメ歌手の道を歩き始めました。次、宇宙の騎士鉄火マン。企画のベースは宇宙ガッチャマン、宇宙を舞台とした作品というのが大前提でした。当時は宇宙を題材にした作品は当たらないと言われていて、あのヤマトも最初は打ち切りになりました。当作品も打ち切りになったのですが、だからこそ生まれた最終回は素晴らしい名作となりました。アンドロー梅田という宇宙人が主人公側に登場しますが、声は山田康夫さんが担当。ルパン以外では珍しいアニメのレギュラーでした。タイムボカンシリーズ逆転一発マン。ギャグアニメ史に燦然と輝くタイムボカンシリーズその第5弾、主人公の一発マンこと郷速球の声を演じたのは富山圭さん。
富山さんはそれまでナレーションやおだてぶたの声などでタイムボカンシリーズに出演していたんですが、主人公に起用されたその狙いはタイムボカンでシリアスな大河ドラマをやるというもの。だから富山圭さんだったんですね。これもシリアスとギャグが見事に融合した作品として、タイムボカンシリーズの最高傑作と呼ぶ声も多いです。なお、挿入歌、ああ逆転王は燃える名曲で非常に高い人気を誇っています。未来警察、浦島。あるテレビ局が実施した、タツノコプロ名作アニメ総選挙という企画で、見事第1位に輝きました。犯罪組織ネクライムの幹部、ルードビッヒは、担当声優の塩沢兼人さんの声も相まって美形悪役の最高峰の呼び声が高いキャラクターです。この作品もギャグとシリアスがうまく融合していて、主人公の竜と相棒のクロードのやりとりはまるでジリオンの祖先のよう、そんな作品です。それからそれから、ハクション、ハクション大魔王、タツノコギャグアニメの大傑作。魔王のキャラクター人気もさることながら、魔王の娘アクビの人形的な可愛さで多くのファンを獲得しました。魔王がブルドッグのブルコーに噛みつかれたり、数字が苦手で数字を見るとアレルギーで体中が痒くなって書きまくるなど、多くのルーティーンギャグを生み出しました。ギャグアニメですが、最終回は多くの人たちの涙を誘いました。ラスト、心臓人間キャシャーン。作業用アンドロイド BK1 号が落雷のショックで誤作動、人類を征服するためにブライキングボスと名乗り、アンドロ軍団を結成して蹂躙を開始。テツヤは二度と人間には戻れない可能性に覚悟を決め、父の手により心臓人間キャシャーンへと生まれ変わり、戦いに身を投じていきます。ブライキングボスを演じた内海賢二さんは、キャシャーンがアニメでリメイクされるたびに全てのブライキングボスを演じました。俳優の唐沢俊明さんも大好きな作品だということです。はい、ということで、今回紹介したいくつかの作品の中に、あなたの好きな作品、それから気になった作品ありましたでしょうか。もしそんな作品がありましたら、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ね、はい、はい、ということで、タツノコアニメお話ししました。はい、アニトクマニアックパーティーでした。Friends Ring。 スターフラッシュことの葉は、人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会とともに考え、一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891スターフラッシュことの葉まで。このコーナーは各チームの対抗戦で毎月与えられたミッションにチャレンジしていただきます。今月のミッションはなんと阿弥陀仁となってます。毎回、このミッションなんですけども、トップのチームが月間チャンピオンということで、番組からリングコインがプレゼントされます。今回は阿弥陀仁、青森さんお願いします。はい、青森さんお願いします。はい、じゃあどれにしようかな。これ、ここ真ん中らへん。阿弥陀仁、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 5点、5点、5点か。微妙な点数だな。いいのかな。ちょっとちっちゃいな。微妙。Friends Ring。はい、エンディングの時間となりました。ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。番組公式ホームページが誕生しました。 https://friendsring2.jindoofree.com ということで、フレンズリング2チーム青森は、お相手青森豊と菊美と海老原くるみでした。来週はどのチームか未定ということで、お楽しみに。せーの、バイバイ。フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、
東京声優ボイススクール声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。